ガチャット TV 本日もやっていきましょう。はい、どうもベースのFチョッパーコアです。マイクパフォーマーのアンジェリーナ3分の1です。はい、どうもということで、はい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 、まあなかなかね最近は会って撮影ができないということで、このオープニングも、はい、各自自宅から、撮影しております。今時ね、でもね、多分ね、ここでめっちゃいい感じのオープニングも、まるで一緒にいるかのような、ね、同じ空間をね、うん、はい、いるような感じで思っています。はい、ということでですね、うん、ガチャリックスピンは毎週木曜日の19時にこの YouTube チャンネルガチャット TV を更新してるんですけど、はい、たまにね私たち番外編というものをちょいちょい挟んでいくんですよ。はい、っていうかね、結構ね最初から番外編めっちゃ入ってるからね。そうだよね、割と結構すごいスパンで結構番外編入ってくるんですけど、はい、本日もねその番外編の中から1本動画をご覧ください。イエーイ。こんにちは、ガチャリックスピンのドラムのゆりです。皆さん元気に過ごしてますか？今日はですね、お家にいながらあるものを使って撮影していきたいなと思ってます。最近ガチャピンもずっとお家にいるのでリハができていないんですけれど、なので私はドラが全然叩けていません。叩きたーい。ということで今日はお家でドラムを叩きまくりたいと思います。このアンパンマンドラムを使って、イエーイ。最近銀手に入れたんですけれど、ちゃんとバスドラもタムもついているので、今日はこちらで演奏していきたいなと思います。演奏する曲はガチャリックスピンのニューアルバムゴールドダッシュからゴールドダッシュにしたいと思います。ぜひ皆さん最後まで楽しんでもらえると嬉しいです。それでは聴いてください。ゴールドダッシュスタート。
所でした。なんかですね、私は思った以上にドラムを叩いている楽しさを味わえたので、とても満足しています。皆さんもよかったらお家でアンパンマンドラム、セッティングも簡単だし持ち運びもできるし、よかったら挑戦してみてくださいね。最後まで見ていただきありがとうございました。ガチャリックスピンのドラムのゆりでした。バイバーイ。はい、ということで、ガチャット TV、もう始まってまだそんなに経ってないんですけど、うん、登録者数が伸びてるんですよ。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、まだ数本しか上げてないんですけど、それでね、知ってくれて登録してくれてる方が多いってことだよね。うん、そうだよそうだよ。ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあね、でもさ、うん、大事なこと忘れてない。私たちさ、はい、やっぱバンドだからさしっかりそこんとこをさ、こうガッと言ってやってよ、リーダー。わかりましたわかりました、任せてください。はい、まあね、私たちあのガチャリックスピンっていうバンドで6人組のガールズバンドをやっています。で今ね、はい、この YouTube をこう、なんだろう、中心に動かしているのが、私ベースのヒチョッパー小賀と、バイクパフォーマーのアンジェリーナ3分の1です。はい、の2人なんですけど、まあ、コーナーだったりもね、によってはメンバーがいろいろ登場したりとか、まあ、6人全員でやったりとか、いろんなね、あの企画を考えてやってるんですけど、まあ、元はバンドで、元はバンドっていうか、もうバンドやめちゃってるみたいになってるけど、そう、3月の、3月にはね、新しいアルバムを出して、本当は今47都道府県のツアー、ライブをね、待っているはずだったんですけど、そう、今ちょっとライブができない状況なので、この間にいろんなことやろうということで、この YouTube チャンネルガチャット TV に挑戦しているということで、はい。はい。なので、まあ、ガチャリックスピンの、なんだろう、すっぽいのは見れるのは、このガチャット TV なんですけど、そう、最近で言うと、ゴールドダッシュというアルバムを出して、うん、ゴールドダッシュっていうあの曲のね、ミュージックビデオも、YouTube のところにね、アップされているので、ぜひそちらをチェックしてもらって、かっこよく演奏してたり、歌っている姿はそっちでちゃんと見てもらって、そうです。はい。で、このガチャット TV では、ちょっとね、こう抜けてるような私たちを届けていけたらなと思っております。ガチャリックスピンと、まず調べてください、そのまま。はい。ね、そしたらいろんな動画が出てきます。去年の10月で10周年なので、いろんな歴史があります。そう、もう今ね、仲良くこうやって喋ってますけど、この人もまだ入ってきて1年とちょっとしか経ってないから、うん、そうなんですよね、はい、そうなんですよ。なんですが、まあね、楽しくねこうやっておりますので、まあね、いろんなガチャリックスピンを見てもらえたらなと思っておりますので、まずはガチャリックスピンと検索して、ちゃんと演奏している私たちも見てください。はい、お願いします。ガチャット TV 番外編を見てくれた皆さん、ありがとうございます。アンパンマンドラムでゴールドダッシュを叩くユリ、可愛くて最高でした。ガチャット TV をきっかけに私たちを知ってくれたみんなも、いつも応援してくれてるみんなも、本当に本当にありがとうございます。もっともっと私たちのことを知ってほしいので、ガチャリックスピンで検索してみてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。